スロットの未来を愛している。スロットの未来を愛している。ハローベイビー。3月8日火曜日、ビッグマーチ西川の店さんに来ております。今回取った台は念願の初打ち初実戦マッピーです。本日マッピーさんのスロット日報の調査によりますと、まあめっちゃ熱い機種がいっぱいあって、まあ必ずてっぺんが入っている感じで全体的に熱い一日となっております。はい、ということで、まあ、マッピーは対象じゃないんですけども、はい、どうしてももうマッピー打ちたくて取りました。まあなかなかね、ダイスも使ってホール設置されてるホール差も少ないマッピー、うん、念願の初打ち、今日はマッピー楽しんで勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目ではよろしくお願いします。おお、こんな音なんだ。おお、なるほど。おお、これはなんだ、いきなり青のな、なんか消灯してんのこれ、わかんねえ。はい、あ、この赤丸さんがデフォルトなんだ。はい、マッピーです。マッピーマッピー、とりあえずなんかめちゃめちゃこのリールハイレスとかリーチ目はクランキーコンドルとか、大花火とかで、あのゲーム性はディスクアップみたいな、はい、そんな感じで僕の大好きないいとこ取りのマッピーようやく打てる。どうなんだろうな、これ、あ、こんなにこう、おベルで、通常時はまあこの青7を狙ってハサミみたいな、で、あとはこのバー狙いもありますよみたいな感じらしいっす。で、あのビッグ中のビタ押しとかであの AT を上乗せしてのまあ A プラス AT、 まあ基本的にディスカップですね。ディスカップの進化版らしいんで、とりあえず初打ち、うん、めっちゃ楽しみに。リールがこれ、もともとこのクラスはこれがデフォルトなのね。はいはいはい、あとなんかとりあえずあのディスカンプみたいにビタ押し成功で 100% 超えるで、あのこのこれかバーのひし形最後にやると 104% になるとかで、も失敗したらマッピーラウンドっていうあの AT ないとかなんかいろいろあるらしいんですけどね。まあとりあえず初打ちなんで、あ、この子役か、楽しみましょう。お、また演出、演出はどうなの、な、あ、子役っぽいね。リプレイリプレイ、はい、そんな感じで楽しんでいきましょう。これはリーチ目じゃないのか、中段でリーチ目か、なるほどね。消えて交渉と、これはスイカはない。おお、1個前リーチ目分かんない。これはもう上段青点でこれリーチ目ですよ。おお、すげえ、41ゲーム早速入った。さあ早速入って、多分右押し入った場合は右でバー狙いか、あ、バーが滑ったんでこれ青7の可能性が高いよ。あれ、あ、子役があった子役があった子役があった、あ、これでレギュラー、あ、俺子役、なるほど。子役だ、何これ何これ何これ、はい、分かってます、ありがとうございます。
公約の。はい、レギュラーって言われました。レギュラーって言われました。はい、レギュラーです。レギュラー、レギュラー。はい、はい。え？レギュラーっつってリプレイなんだけど、何これ？分かんない、分かんない、分かんない。まだ言われないから公約ってことこれ。で、多分ね。え？何これ？あ、ビッグって出てる。あ、ごめんなさい。ビッグだ、ビッグ。そういうことか。なんだよ、なんだよ。分かんねえよ。でもいいや、とりあえずビッグらしいよ。これ青縄でしょ。いやー、子役だ。全然ビッグがそれなんだ。なんなの、なんなの、なんなの、これ。え？あ、子役揃わない。え？これ揃う？あ、そうだ、そうだ、そうだ。よし、よし、とりあえず。なんか揃えるまでいろいろ大変だったけど。とりあえず、ビッグが始まりました。なんか左の枚数調整とビタです。ビタを練習できるんですよね。これが成功してるみたいな。で、お、来た来た来た。あ、失敗失敗。え？で、枚数調整がこれですね。これでスイカを取って、ビタビタビタ。あら、全然できない、全然できない。え？はい、とりあえずね、初めすげえ失敗して途中から分かってきて24ゲームしか乗らなかったと。で、これがマッピーラウンドに入るかどうかの、これ 50% らしいんだけど、ディスカップと一緒。お、これは OK ってことかな。 OK ってことだよね。で、マッピーラウンド入りましたと。よし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 。あ、ちなみに投資は2本でした。で、こっからまずマッピーラウンドが20ゲーム固定でこうなんかループしていくみたいな感じするらしいですよ。で、打ち方は通常と一緒で、ナビされたらそれで狙うみたいな。あ、これか。これだとバーを狙って8枚みたいな。何これ、やられたってこと？これでダメだったと？え？レクストマッピーゲーム、あ、ダメだったんだ。わかんねえ、わかんないけど。あ、マッピーゲーム、はい、ここで20ゲームがとりあえず1セットだったってことでマッピーゲームに行くと。あ、そういうことですね。はいはいはい。はい、ここでとりあえず1連が終わりってことですね。で、154枚、まあビッグ150枚なんで、ほぼ現状維持で終わったとっていう感じらしいです。あ、なるほど。うん、まあとりあえずあの青菜のビタ押しが初め全然できなくて、はい、慣れてくるとできるみたいな、そんな感じっぽいですね。これ何なんだろう。お？うん。リーチ目っぽいけどリーチ目じゃないかな。バー冗談。どうなんだろう。演出起きない？ああ。おおおおおお、リーチ目じゃん。やっぱり入ってた、リーチ目でした。やっぱ初字いろいろ76。多分1個前入ってた。このリーチ目ってことはレギュラーっぽいな。これ滑っちゃったからね。レギュラーなんだろうかな。まあちょっとレギュラーをもう狙っちゃおうか。ああ、レギュラーっぽい。おーおお、レギュラー外れてるってことは多分、おー、これ、おお、やばい、面白いんですけど、面白いんですけど、面白いんですけど。はい、 OK。 さあ、いい感じいい感じいい感じ。よし、今回ビタ頑張ってみよう。あ、いきなり来た。はい、3ゲーム。まあちょっと慣れてきて1回失敗で40、まあこんなもんなのかな。さあどうでしょう、多分飛ばせるよね。おう、ああ、マッピーゲームだからこれダメだったってことか。はい、ダメでした。 OKOK。 はい、こんな感じね。はいはい。は
位現在255ゲームです。メダルはなくなってしまいました。いつも通りの追加投資、まあまだ3本目なんで痛くも痒くもなんともない。これからどんなリーチ目と展開がワクワクドキドキですね。いやしかしこれリールが暗いんですよね。もともとなんか常に消灯してるみたいで違和感がある。なんだろうこれな、ボーナスから見やすいようにしてるのかな、わざと。はい、現在549ゲームです。残念ながら2枚目。いや朝一いい感じでポンポン当たってしっかりはまってしまった。なんだこのゲームは。あーそういうこと。あこれ多分入ったと思います。さっきのなんか演出で、あとこっからはおそらく子役だったんで、これ消灯してないからスイカ外れるはず。わかんないですけどね。656、いやもうハマってるからこれ入ったでいいでしょう。はい、あほら入った。青ナナして、青ナナしてかい、青ナナしてされたよ。レギュラーかな。はい、始まり。あーレギュラーっすね。はい、ハマってレギュラーか。あーまあレギュラー中は確か一緒。まずこれでスイカを取って、あとは順押しで、なんかチャンスタイムが30ゲームあるらしいんですよね。そこで当てれば AT みたいな。はい、55枚でレギュラーしているで、この後にチャンスタイムが30ゲームあるらしいんですよ。その間に当たればレギュラーでも AT 入るみたいな。まあでも30ゲームってね、今600ハマったばっかだから。じゃあ頑張ろう。124か。いやそろそろビッグ引こう。わあ。あ。おお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 。カメラ切り替えタイミング。なんかいろいろって入ってきた。125。これはリーチ目っすよ。これはリーチ目。ハテナだけど、さすがにリーチ目。さあ、ビッグを引こうよ。お、滑ったよ。これどうなの？これ、青菜の忍者やの？はい。マッピービッグだ、マッピービッグ多分。あ、うん、あよかった。投資は16本。オッケーオッケー、よかった、ビッグ引けた。よし、じゃあ頑張ろうぜ。ガチャン、来た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 。ダメだダメだな、久しぶりだと。おお、さあああ、初めの1回だけ失敗。ああラスト1ゲームバービタ挑戦もあったけど、まあ無理でしょう俺には。さあここ入れようぜ。これは入ってないってことね。じゃあトライしてもよかったってことは、まあいいやしょうがない。なんか熱そうな椅子だな。はい、あれ、冗談に電波なくても入るっぽいな。98ゲーム。これ完全に青7指定でしょ。バーかマッピー、バーかマッピーの場合は同時に狙えないか。まあバーを狙う、あチェリー、あチェリー、チェリー、これでビッグでしょ。ビッグのはずだよね。
ケーオッケー、よかった。あ、持ちメダルでつながったよ。初のパーフェクトですけど、日本中ゲーム、まあ4、50、こんぐらいが平気。じゃあ入れたいな、これ。はい、おーおー、オッケーオッケー。今回マッピーラウンド入った。よし、なんかこの辺で伸ばしたいですね。はあ、今回は継続したってこと。これは多分継続したってことですよね。継続してるよね。オッケー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 。333。2枚以内で当てよう。なんだこれ、熱そうじゃない。これこの時点で多分子役スイカオアとかになれたと思うんだけどね。はい、おお、揃ってくれた。カメラ切り替え335。投資は19,019本。ありがとうありがとう。まあ2回失敗ですけど、57、一番乗ってくれた。さあ、じゃあまた入れたい。どうなんだろう。はいはい、入らない入らない入らない。そろそろ AT 中に当ててみたいけど、どうだろうな。滑っちゃったね。そういうことか。スイカで、スイカで入ることもあるんですよ。スイカで入ることもあるんじゃないのこれ。あれ、あ、入った入った入った、初めて入った。27ゲーム。スイカで入ってたら多分マッピービッグなんじゃないのこれ。オーナーが否定されてるから。あ、あ、バー黒を狙え、黒を狙え。黒揃ったりするの。うん、入ったらしい。さあ、初めて入った。マッピービッグでいいよ。はい、ああ、まだ8枚。ええ、おお、これで、ね、オッケー。さあ、初のハイパービッグ、スーパーハイパービッグボーナス。ハイパー、スーパーボーナスか。これ目押しがないやつらしいっす。ああ、全部乗せると、トータルだから分かんねえな。そんな乗ってない、乗ってない気がする。で、これで必ずマッピーラウンドがつくんですよね。ああ、オッケーオッケーオッケー。よし、楽しくなってきたよ。はい、ここで終了っすね。まあ、まあ、マッピーラウンド1ラウンドと86まで、まあ、353枚、ビッグ2回で、まあ、50枚ぐらい増えたと。はい、まあこんな感じで出玉を増やしていく感じなんで、まあボーナス引かなきゃ話にならないんで頑張ろう。なるほど、スイカ王か。お、これは入ったね。これはこぼしてないよ。147ゲームどうなんだろう。こっちも狙ってないけど、まあ右から行こう。あ、これでレギュラーか。あー、まあ久々のレギュラーっすね。
外れてる、これリーチ目だ。73ゲーム、いいねいいねいいね。さあどうでしょう、当たるようにはなってきたよ。あ、リプレイ。はあ、これでレギュラー。はい、現在レギュラーから286ゲームです。残念ながら3枚目。いやー、僕の実戦初打ちあるあるでボーナスが重たいです。はい、現在スタートから2000ゲーム経過しました。ビッグ6回333分の1。あ、レギュラーが3回で666分の1。ボーナス合算222分の1。重たくて全部ゾロ目、はい、残念ながら、はい、ボーナスがめっちゃ重たいですね。はい、今も現金投資中、2万4000使ってる。まあマッピー、これビッグの確率が全世帯共通248分の1、約250分の1なんで、まあその通りにビッグを引けなきゃ話にはならないですけど、まあ僕の引きの弱さだと、うん、まあこんなもんす。はい、初打ちあるあるで、一応子役解析出てるけど、一応子役共通ベルが 14.5 分の1、チェリーが 33.9 分の1、スイカ A が 71.4 分の1。まあ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 、まだ2000ゲームで当てにならないし設定はないだろうって思ってはいるけどね。まあビッグは全部一緒なんで、まあ引きがこんだけ弱いと辛いですよ。ただね、初打ち面白いかつまんないかと言われたら、うん、全然当たってないけど面白いですよ。まあそこそこ当たってやっぱりリーチ目楽しいし、まあ僕大体このバーと青7を中段ぐらいにはバートで狙ってるんですけど、なんとなく後続も分かってきたし、うん、青7下段だと子役オアとか、バー上段もあこれで子役オアと、あ今のはそのまま狙ったからダメか、中段ぐらい狙ってると、まあそんな感じですね。はい、まあとりあえず初打ちこんなんでは終わりたくない。まあディスクアップ2みたいにはなりたくないけど、ああ後半戦いっぱいボーナスいて楽しもうよ。はい、まだまだ元気投資中なんで、とりあえずビッグ当てよう、とりあえずビッグ当てよう、今ハマってるんで。入った入った、これはさすがにリーチでしょう。475、いやハマるな。でもなー、レギュラーっぽいよねこれ。あ、一応滑ったけど、でもこれ子役か。リプレイ、スイカとかあんのかな、狙ってねえな。あ、分かった、マッピービッグだ多分。リプレイ。投資は26本、26,000。よし頑張ろう、まだ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 26,000。ああ、1回失敗28、少ない少ない。じゃあ入れたい、じゃあ入れたい、コールセンさんぜひとも。はい、はい、入らないな、うん、これはダメな流れだな。あ、なるほどね。127ゲーム、これはスイカが滑ってのリーチ目で、またまた青7が引いて、青7が引いてか、青7が全然引かないんだね。はい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 、
はい、現在レギュラーから220ゲームです。まさかの4枚目。はい、4枚目です。僕がとても楽しみに待望に待ち望んだ新台の初打ちはこうやって4枚目とか入るんですよ。ボーナス重たいんですよ。あれ、これハズレもあんのかな。ハズレですよね、こんなの初めて。あれでもこれ中段から今までベル揃ったことないから、これ熱いんじゃないな、どうなの。これ多分入った、入ったとしよう。254、もう右から狙ってみます。美しい入り一面、これビッグでしょ。どっちなんだろう。まあ目押しが正確ならマッピービッグか。投資はこれで揃えられれば31本だね。あら、よかった。はい、31本、3万1000円、頑張ろう。一発目失敗するな。まあ1回失敗56。さあさあさあ、そろそろ波読んで楽しみたいけど、どう。はい、まあ50本入らんよね、そんなに。2回しか入ってないのかな。これ多分熱いやつ。これもあるの。これはないでほしいけど、どうはこれない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 。これはリーチ目のはず。 OK、 75ゲーム。マッピーラウンド引いてれば。はい、そうだけどね。はてな、ベルダメか。あ、ウィーン言ってるから熱いんじゃない。ちょっと右押し行ってみようかな。あれ、これいるんじゃないの。ベルいないな、いないよね。あれ、いるのかな。いるんじゃないのこれ。あ、いたいた。72、その前が入ってるのかな。マッピービッグなんじゃないのこれ。マッピービッグ、わからん。あ、違う、たまたま入ったのか。じゃあレギュラーか。レギュラーだ、レギュラー、レギュラーダメだダメだ。あ、レギュラー、レギュラー。 でもあそこ、そうか、子役だったからありえんのか。なんかチェスチェとか初めて止まったけど、ダメ。お、ネクスト、ちょっと熱いじゃないの。チェリー、こんなの初めてだよ。逆押しトライ、あれ、あ、こんなの初めて。リプレイ、これ入ったでしょ。 OK、 100、169ゲーム。チェリーから、チェリーから初めて入ったよ。
これチェリーレギュラーってやつ、いらねえ、いらねえ、すげえいらねえ。自習ゲーム、さあそろそろお願いします。とあどうなんだろうこれな、そのまま揃っていいよ、はい、あよかった。投資は34本、はい、34,000円、34,000円頑張ろう。まあ1回失敗45、最後のトライは僕のレベルではできないですよ。なので入れましょう。全然入らないね。入らないんだったら挑戦した方がいいのかな、わからんわからんわからん。まあそもそも全然出てないっていう。そうだけどね、どうなんだろうねこれは。ただのスイカなの？あでももしかしたらスイカで入ってるんじゃないのこれ。となるとビッグになるけど、どう？お？こんなの初めて止まった気がする。これは入ってます。79ゲーム、 OK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 、 持ち目だ。多分スイカならビッグのはず。79、よし、ビッグの前は中押し。これで青でいいでしょう、青でいいでしょう、はいはい、よしよし、久々に2桁で当たった。まあとりあえず2度目の全部成功で53。そろそろモッピーラウンド入れて波を呼ぼうぜ、いい加減頼みます。全然入らない、何これ9の2。まあしょうがないから、もう引き回り、基本的には引きだからね、設定関係ないから。入った、93ゲーム。とりあえずは当たるようになったけど、でもレギュラーっぽいな。オッケー。さあ初めてなんかこううまくつながってる。まあ全部成功で44。さあ、あのこれ入れよう、入れないとダメだ、メダル増えない、入れるよ、はい、入らない、なんでこんな入らないの、何これ。10の2、 20%。 まあでもディスカップもな、入れないときそんなもんだったもんね。いい締め、158。うん、当たるようにはなってきてますけどね。はい、はい、はい、5枚目いきます、しょうがない。ラッキーに買えチェリー、いや入んないよこれ。
入んない入んない、はい、お一応演出になってるけど、これ熱いな。いや一応スイカ狙いますか。お入った。5枚目を入れようとしてカメラ切り替えのチェリーから440、これ揃えるかな、どうなんだろう。バー狙ってもよかったかな。まあでも、あリプレイ、あビッグにしよう、そのまま行こうね。 OK、 はい、投資は5枚目を入れる寸前だったんでちょうど4万円40本です。よし4万円で済んだ。じゃあ頑張ろう。ギリギリ回せる、はい、20でかい。まあ1回失敗で66、一応今日1で乗ったからそろそろさすがにさ入れようぜ。はい OKOK、 久々に入った。よしじゃあここ4枚使ってるんでこっから頑張ろう、リーチ目238。いや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 、この出目何回か入ってるけどレギュラーなんだよな。子役もあるのか、なんかハズレ目っぽいけど、あ1個前がチェリー、あー普通にベルあるんでしたっけ。いやでも繋がってる繋がってる、あれダメだ、うんうんうん、入ってるとしたらビッグなんじゃないの、チェリー、えダメだダメだこれ、あ、あ入った、さすがにこれ入ったでしょ。ってことはマッピービッグってことがどっかで入ったんだね、どっかで、うん、どっかで入った。17ゲーム、よしチャンスタイム中だからレギュラーでも別に入るけど、でも青7指定だもんね。あれレギュラーレギュラーだったらどこで開いたか分かんないけど、まあこれで一応 AT はもらえるんですよ。 AT もらえる。50ゲームがとりあえずもらえると。さあ頑張ってみようよ。あレギュラーか。ちょっとこれ熱いんじゃないの。リプレイリプレイ、1個前のチェリー、これ入ったでしょ。149ゲーム、あはい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 、レギュラーが入ってました。チェリーレギュラーってことだな。いやビッグ引けないな、しかし。ちょうど30ゲーム、まあなあでもなあ、お
お、ハテナ、ハテナでスイカってあるのかな。ある。これ30ゲームだよ。入った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 。30ゲームチャンスタイム中、レギュラーでも一応もらえるやつじゃないのこれ。これ消えてるけど入ってるよね、30ゲームはい、レギュラー。レギュラーじゃなかった首の皮一枚つながったよ。これなん、あ、なんか恩恵ある、恩恵ある。あ、まあ30ゲームで10ゲームの恩恵もらえたってことらしいですね。なるほど。まあ1回失敗で56です。はい、じゃあマッピーラウンドまた入れよう。はい、ダメだ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 、これ入る入らないできんもんな。これはい、現在262ゲームです。はい、まさかの5枚目。いや、やっぱり5枚目か。ディスカップ2初打ちと同じですね、この展開は。いや、きついな、この手の騎士は。こうなるんか、めちゃめちゃ楽しみにして。今でも面白いとは思うんですけど、ビッグは引けない。こっからのスイカもまああるっちゃあんのか。ああ、外れてくれた。やっぱここはないのかな。282ゲーム、さあ頼むよ。お、ここまで増えた。リプレイか、リプレイ、リプレイか。はあ、ははは、ダメだこりゃ、ダメだこりゃ、なんじゃこりゃ、ダメだこりゃ、俺が打つとダメだこりゃ。お、1ゲーム目になんか、なにこれ。お、これは、いやでもリーチ目じゃないか。いやでもリーチ目なんじゃないのこれ。ダブルテンパイ初めて順押しでこんなだけど、リーチ目なんじゃない。アホなのか、1ゲーム分かんないけど、右から狙ってみます。いやでもアホなの以外だから左からでいいのか。あれ、全然リーチ目じゃない。あ、続いてるってことはいる。お、いたいたいた、1ゲームで入ったってことは、これ、あれリプレイ、あ、マッピービッグですはい、投資は41本、4万1000円、レギュラーから1ゲーム連。これ恩恵は、恩恵は、あ、すごい、マッピーラウンドをもらえての30だって、あ、でかいでかい。よしよしよし、これよし、これで楽しもうぜ。これちょっと面白いから。あ、一回失敗だから30があったから40だったか、40、30、70。まあでもモッピーラウンドがあるんで、さあここで、さすがにここでなんか伸ばそう。ちょっとでも、ちょっとでも巻き返そう。よしよし、これも音楽変わってんじゃないの。あ、違うか、わかんねえ、よくわかんないです。
150ゲームでもこれは限りなくレギュラーかマッピーですよね。左から行くか、はい、はい、ベルベルベル、はい、レギュラー、はい、そうじゃない、今のはなんか強い役対応だった気がするけどな。うん、はい、そのままレギュラー81。遅れ、お、64ゲーム、今遅れだから遅れは入ったでしょこれ。そのままレギュラーなんじゃないの。レギュラーが1個追い越したんですけど。入りました、249。頼みます、6枚じゃ無理かな。あ、はい。あ、よかった。ただこれ無理だよね、無理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 。追い足しはしなきゃいけない、追い足しっすよね。はい、はい、追い足し、追い足し、追い足し、投資はこれで47,000円、はい、47,000円、47,000円。取り返すの無理だからちょっとは投資混ぜて。お、20、ちょっと楽しいんだ。はい、2回失敗で51っす。ラウンドお願いね。OK、 よし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 、楽しませてください。もう取り返すの2000倍とか無理だからこれ。もう頑張った、初めて頑張った。お、何これ何これ何これ、ラッキーだ、ラッキー、ん、何、悩、ラッキーな、悩むわ。いや俺にはよくわかんない、何これは、お刺繍かなんか、わかんない、全然わかんない。お、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 しかもちょっと熱そうなデメだよこれ。プラス17ゲット、あ、なんかあんな、なんだこりゃ。17ゲーム増えたってことか。お、入った、44ゲーム、なんかラッキーナンバーの後に入ったよこれ。久々に入ったよ、 ART 中に、 AT 中、はいはいはい、まあマッピーラウンドは上乗せされるんじゃないかな。まあちょっと楽しませてもらったよ、うん。
10ゲーム。さあ入った。そろそろビッグヒットできる。どうなんだろうこれ。あれ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 、はいはい、なんでこんなにレギュラーが頑張るの。ビッグもっと引いていい確率なんだけどね。外れてる。これ入ったでしょ。130ゲーム。音消えないけど、さすがにこれはリーチ目のはず。さあさあビッグを引こうぜ。さあビッグを引こうぜ。あ、青菜、青菜の狙いとかなのかな。あ、どう、滑ったよ。あ、OK。これで、これであのマッピービッグでしょ。 OK。 4万7000使って今日一で楽しいっすこれ。ようやく、なんかようやく楽しいっすよ。今日まあトータル74、どんだけ乗ったか分かんない。あ、これで見るんだ。あ、50だったらしい。はい、はい、ここで終了。532枚。うん、とりあえず今日一で楽しくて今日一でメダルが出ました。まあそれでも500枚です。まあこんな感じになればメダルが出るってことっすよ。いやここまで長かった。ビッグ重たすぎる。はい、現在141ゲームですね。はい、今日のところはもう、はい、無理、限界です、限界。まあ最後ちょっと出て500枚確保、1万円分ぐらい確保。はい、まあちょっとメダル出たところで、もちろん負け、大負けではあるんですけど、うん、初打ちさすがに疲れた、無理だ。まあディスカップ2の初打ちよりは半分ぐらいの負けかな。それでも大負け。まあ終わり、終了、お疲れ様です。はいはい、データはこれです。まあビッグが328分の1はそれはメダル出ないですよ。はい、もともと250分の1なんで引きが弱い。はいはい、グラフこれです。まあずっといいとこなしで、はい、今日も大負け。まあ朝一と最後だけちょっとドキドキした感じです。いやーマッピー、はい、すげー楽しみにしてた初打ち、僕が楽しみな初打ちはディスカップ2といい、すごい負けるみたいです。はい、最後500枚出てよかったかなみたいな感じです。はいはいはい、本日、3月8日ビッグマーチ西川店さん、そうですね、まあポイントでは設定入ってたかなと。今日は30杯あの千葉リオとか強かったですね。8000枚出てる台とかあって、はい、すげー出てました。はい、詳しい出玉状況の方はマッキーさんのスロット日報の方で報告あると思います。いやー、ではマッピー初打ち初実践。いや、楽しいですよこれ。リーチ目も楽しいですよ。ゲーム性も、はい、見倒しとか上乗せとか AT とか、はい、楽しいです。 AT はねディスカンプに比べれば全然減らない感じだし、よくできてる台のはずです。ビッグが引ければ、はい、ビッグが今日みたいに全然引けないとこうなります。はいはい、こんな感じです。はい、まあいつの日か必ずリベンジしますよ。面白いんで、基本は面白いんで。はいはい、ということで僕は明日編集、今度は11、12か金土と連戦になるんで、気持ち切り替えて頑張りましょう。お疲れ様でした。Thank you.
それ何なんだろう。おお、リーチ目っぽいけどリーチ目じゃないかな。バー冗談、どうなんだろう。演出起きない、リーチ目じゃん。あなき叫べば